ヤガチャガチャンネルは。はい、どうも皆さん、ヤガチャッチャーというわけでございまして、私ヤガミンことヤガミンハヤテがお送りしております。怖くないように頑張って実況できるようにしていきたいバイオハザード8ビリッジでございます。さあ、というわけでついにですが、ここのですね、アンブレラの紋章のところに4つのフラスク入れていきましょう。さあ、なんか1個外れて、お、なんなんだ今。ちっちゃい手はね、ローズの手っぽかったですけどね。さあ、というわけで一つ一つはめ込んでいきます。さあ、最後の一つ、さあ四つはめ終わりましたが、あ、これ自体がもらえるの。なんだ、お、さあこっちに来いと言わんばかりの、さあドアも自動的に開いていく、一度は通ったはずの道なんでございますが、途中にあった宝箱って今開けられるの？急に思い出しちゃった。こういうことやるから動画の進み遅いんだよ、分かってる？ヤガミもうキーピックで開けたんだっけ？違うな、どの鍵か未だに分かってない。これは何の鍵だい？ドミトレスクの鍵。もう開かねえよ。じゃあお前一生開かねえよ。だってあと、あ、待って、鍵のついた首飾り、あ、これかで、あ、これ開けたことねえわ俺で、これでルイザーの鍵開いた。秘宝チェザレのゴブレット、はあ、こんな感じで開いたんだ。へえ、知らないことがまだたくさんあるね。さあ、というわけでございまして、とりあえず本編に戻っていきましょう。さあ、確か敵が現れたような現れなかったような気がしないことはないんですが、地震。どうなってるんだ？現れねえか。というわけで先にさらに進んでいきましょう。さあ、というわけでこの中央にはですね、何かをはめる台座があるんです。先ほど手に入れた聖杯、ここにはめていきましょう。何が起きる？さあ、橋がかかる。さあ、これにて新たな通路が開かれたわけです。そして下がっていく台座、おや、上の蓋も下がってガチョン。今どこに向かわせられているのかねえ。さあ、上も見るとね、よく見るとアンブレラの紋章っぽい感じの扉になっておりますね。こちらと同じようにね、黒と白が交互になるようなマーク。さあ、果たして今どこに向かっているのかね。もう引っ張ってんだからそろそろついていいよ。 OK。 さあ、というわけで洞窟を上げると、さあ、というわけでね、呼ばれております廃工場に向かっていくわけでございますね。確かここまでね、アイテムないんですよ。なのでもうピャーっと来ちゃいましたけども、でこっちは後なので、でここにガンパウダーがあってだけか。で扉を開けていくと、でどっかに危ないポイントあったよね。どこだっけ、あ、まだ大丈夫か。よいしょ。
というわけで、ね、なんかの施設のところにたどり着くわけでございます。まず薬液をゲットして探索から始めていきましょう。さーて、なんかめぼしいもんないかな。結構消耗戦の後だからね、なんかくれるなら何でも欲しいのよ。こっちはなんもないじゃない、この部屋つまらないの。さあ、というわけでここのカーテンを開けていきましょう。確かホワイトとかではないはず。そうだね、なんだこれは。要は一人一人のね、死んでるのの計画書みたいなね。辛いよな。当ててやろう。他の奴らと同じように俺を倒せばローズを救えると思ってるんだろう。娘は治ると聞いた。いいか、分かってねえよ。くそ、うるせえ。おい、静かにしてろ。悪かった。普通に会話できるな、お前な。まあ、座れ。位置やばくない？いいか、お前はミランダに踊らされてる。何の話だ、これもゲームか。座れってんだろ。あの図体のでかいクソ女、ブサイクなサイコに、薄脳の怪物、わからねえか。試されてんだよ、ミランダの家族になる資格があるかどうか。そんなものになるつもりはない。俺だってそうだが、このざまだ。最後に俺を殺せばめでたく入れ替えってわけか。ふざけんなよ。お前らの事情なんか俺にはどうだっていい。俺は娘を取り戻したいんだ。俺もだよ。あのガキはやべえ力を持ってる。ミランダもビビるくらいの。いい加減にしろよ。何と言わせんだ。俺と組まねえか。一緒にローズを奪い返して、あのガキの力でミランダをぶち殺してやるんだ。ローズは人殺しの道具じゃない、クソ野郎が。最後のチャンスだ。このまま地獄を見たくないだろ。やってみろよ。ご愁傷様。やられるんだよ。さあ、というわけでね、ちなみにね、あのさっきのね、画面の中にはね、いろいろと面白い情報が書いてあったりもしてました、ね、それに関してはね、後ほど、分かっていく内容があるかなと思うんですけども。さあ、というわけでね、やべえやつが来た。巻き込まれたら一撃死みたいなやばいやつですね。さあ、というわけでいきなり逃げるわけでございます。もうこれに関してはね、順繰りに移動していくしかないので、ね、あいつに巻き込まれないようにしたいんですが、どっかでね、あ、ここは関係ねえわ。よいしょ、ゴミ捨て場からシューン。1回目やったとき、ここ虫出るんじゃないかと私は不安になりましたけどもね、出ないんですよ。よいしょ。というわけでスクラップ工場へ。もうここなんかね、虫出すには格好の場所ですけどね。まあね、ちょっとぐちゃぐちゃはしてますけども。さあ、というわけでございまして、スクラップとかをね、回収しながら前に進んでいきましょう。ちなみにね、もうね、見つけた方はね、いらっしゃるかもしれませんけどもね、先ほどの画面よく見るとね、 BSAA なんて書いてありましたね。なんか今あそこで黒いものが跳ねたような風に見えたんだけど、気のせいか。んで、よいしょと、ここも登っていくと。さあ、というわけでですね、ここからの探索がちょっと長いです。ここのダンジョンはね、バイオ8の中ではもう屈指に長いダンジョンになっていて、なおかつですね、面倒なことにライカも強化兵になってるんですね。なのでそこら辺のね、対応もしていかなきゃいけないので、ちょっと面倒くさい。要はヘッドショット打ちたくても、顔になんか兵器つけててヘッドショットがプラス1アルファになっちゃうんですよね。なのでね、ちょっと戦闘がめんどくさいなぁと感じさせられる瞬間があったりするわけでございますが、まあ頑張っていきましょう。よいしょ。
ね、見てくださいこの通路、もうここなんてもう虫のホットポイントでしょ。だからもう絶対虫出ると思ったの。出ねえのな。ありがとうバイオエイト。ねえ、雷管よりも虫が怖いヤーミとしてはこんだけね、あの虫を制限してくれているのは非常に嬉しい限りでございます。さあというわけで上の蓋を開けると来たのが工場地帯。上に戻らないとね、地上へ脱出すると。ちなみに当たるかな、あのね、これ落とすのね、あの実績解放の条件になってます。はい、というわけでございまして、というところでとりあえず今私たちがいるマップっていうのがこの地下4階とか地下3階とかもろもろがあるところをうまいこと移動していって、ここの探索を続けてかねばなりません。よいしょ。おそらく今回のパートじゃここの探索終わんないですね。それぐらい広いです。で、ここにもちょっとこれはまあ後回しだとして、スクラップだったりだとか薬液があるので回収はしときましょう。さあ、ここのシナリオ入ったことでサービスが増えましてね。さあどうぞ中へ。そうだよね。ああようこそ。おそらくだけど販売品更新されてるよね。回復薬、で弾で V61、 あーウルスベインの多弾層シリンダーか。あーそこら辺はまあいいかな。でカスタマイズができるようになったことで、またお会いしましょう。待ってな、はいはい、スナイパーライフルは改造して良くなりそうだな。 OK。で、これで強制リロードで、なおかつちょっと撃っといて、で、倉庫的にはでは探索の成果を期待しておりますぞ。苦しんでるほど苦しんでるわけでもないので一回これで進めていきましょう。さあ、というわけでございましてね、ハイゼンベルクの工場編でございます。長旅頑張っていきましょう。この面の特徴はね、行きと帰りで難易度が全然違うところが一つの傾向かなと思ったりします。でね、こことかはね、このランプをぶっ壊してあげると扉が開くようになっておりますが、ね、もちろんながらね、奥には敵がいらっしゃる場合もありますので注意しながら進めていきたいところですね。はい、よいしょ。でここら辺まで来るとね、段数も必要な段数が増えてる代わりに落としてくれる金額もちょっとずつ増えておりますので、そこら辺はねありがたいかなと思うところでございますね。さあ、というわけでね、1個下のフロアに降りてまっすぐ進んでいきますとですね、おっと、自分から開けてくれましたかね。いいですね。どんなにね人気者になってもね、他人にドアを開けてもらうような人間になっちゃダメということですよ。よいしょ。さあ、これはハンドガンの弾速攻でなくなりそうですね。よいしょ。でスナイパーライフルの弾と、ただまあここら辺にねある弾でどんどん補っていければなというところでございますので、よいしょ。というわけでですね、これ何回もこの部屋来ることになる部屋でございます。さあ、こちらの1回目なんでございますが、なんかなかったっけ。あ、そう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 、これね。あ、待って待って、使い方間違ってる。こうしてこうして、なんかね、脳みその、なんか脳みそとか頭蓋骨があってみたいな怪しい感じのね雰囲気ですね。で、スクラップとかはこんなもんかな。で、いろいろとどうなってるんですけど、順繰りにしか発生しないので物事は特に気にしなくて OK です。で、まずはね、これ上側に伸びていく道を進んでいきます。で、敵さんいらっしゃいますので、まあいい感じに対応していきましょう。もうね、順繰りにこうやって離れたところからやったり、さらに離れてったり、多分一定までいったら来れなくなっちゃねえかな。だよね、ダメージ蓄積してんのかな。してるね。おいしい。よいしょ。はい、で、これで3体とも倒してと。
で、ここの扉が開かないので、これに関しては後で開くんだろうなっていう状態になってます。電力が足りないらしいです。で、問題がここ。スナイパーライフルがあれば大丈夫かな。悩ましいな。で、ここにね、明らかにやべえやつがいるんですよ。見て見て。もう左手にドリルがあって、もうやばいでしょ、こいつ。ね、こいつもちろんながらこの後動きます。ね、もちろん無論動きます。で、ここにね、レリーフのね、型番があって、やったーっつったらプシュー言うので、まあ無視してもいいんですけどね。無視してもいいんですけど、そこそこお金のものはくれる、金目のものはくれるんですよ。なので、で、なおかつね、弱点が分かりやすい敵さんではあるので、ただね、ここで隠しちゃう時があるからね、めんどくさいんですけど、だいたい攻撃前にもう1回ぐらいこうやって開けてくれるのでね、よいしょとね、こんな感じで、で、この機械心臓がね、まあまあそこそこの金にはなるんですけど、改造費程度って感じですね。で、それをですね、ここに、はめてあげて、レリーフをこうやってはめてあげるとガショーンってなって、で、そこにマグマをこうやって流して、で、マグマ流したら冷やして、で、これでレリーフが出来上がりましたというわけでございます。で、ここにレリーフのはめるところがあるので、これをはめてあげると先に進めるようになると。で、こういう仕掛けになっております。リロードしなきゃよかった。なんでリロードしたんだ。あー、びっくりした。単純にクセだな。よいしょ、大丈夫。で、ここにね、なんかお馬さんのね、ひづめのマークがあるんだけど、これに関しては鍵を持ってないので、これはスルーですね。よいしょ、もう一丁で、するとね、ここにね、ちょっと危ない仕掛けがあるんですよ。当たっちゃうんですね。なので、前まで出て、うん、このタイミングで抜けると、そういうギミックでございます。で、ここのですね、真ん中に敵さんが何体かいらっしゃるんですが、あの、大体これギミックキルできるので、前まで出て、もうなんならここで待ってるでもいいですね。いるぞ、気づけ気づけ、そうだ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 、 E さんのことを、よし、 E さんのことをやるんだ。そう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 、 E さんのことを倒すんだ。来い来い。はいね、こんな感じですね。待てよ。はい。で、これ裏側にもいらっしゃるので、目撃して一回こうやって来た後にやってあげれば、それだけで大ダメージ受けた状態で会えるので、こちらが対処としては楽かなと思いますね。 でなおかつハマってくれたりすると、それだけで勝手に落ちてくれたりするので、ね、抜けられちゃったにしても、あの、頭のやつなくなってくれてると非常に戦いやすいので、はい。で、ここにはね、木箱もあるので、こういうものでスナイパーライフルの弾とかも、あと炸裂弾とかもね、回収していきましょう。勝手が分かってりゃボーナスステージですね。勝手が分かってないとね、ちょっとね、おい、おお、そう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 、2人ともおいでおいで、そこちょっと早いからね、気をつけて。全くそんなこと思ってないけど、そう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 、気をつけてね。おい、おい、さ、というわけでサクッと終わらせて次のフロアに進んでいきましょう。はい、さ、というわけでここ登っていきます。こんな感じでね、結構初見というか、あ、そういう仕掛けもあったのねみたいな仕掛けがちょっと出てくるマップではあるので、で、なおかつ迷いやすいっすね、ここは。とにもかくにも。構造がね、多重構造化してるフロアの構成なので、
非常にね動きづらいというか動かしづらいというか、でこのフロア今はいいんだっけな、あの次回だかなんだかねちょっと動くやつもいたりいなかったりするんですが、でついでにですけども、よいしょね、そこの壁が壊れそうなのでこちらの壁壊していくと、ショットガンの弾とか、あとはここにね、機械部品のシリンダーっていうアイテムがあったりするので、ちなみに、ね、シリンダーはね、よいしょ、合成のアイテムになるんですけども、なんでちょっとここに来るか来ないかで若干この弾薬の補充具合が変わるので、ついでに立ち寄らせていただきました。で内鍵開けて、今まだあれだよね、何も持ってないからただただドアとドアをつなげただけよな。でここにね電力供給装置っていうのがあるので、あこれ絶対後で使うじゃんというのを目視しながらお金の回収をして、心もとないなハンドガンの弾、ガンパウダー2個でしょ、ショットガンの弾に乗り換えでもいい気もするのだが、スクラップが2個、薬液1個、よいしょの、まだいけるか、こんなもんにしつつ、こんなもんにしつつ、よし。なんだかんだ言いながら弾薬は立ち回れそうな雰囲気が若干あってありがたいですね。で、地雷。ね、なんか地雷今作はね、普通にめちゃくちゃ助けられるので、で、こっちがいけずで、こっちですな。で、すると、よいしょ。ね、2箇所、ドアが開いてるところがあるので、ここから来てと。で、メモ。機械化、死体兵、ゾルダードバージョン 1.0、成人男性の死体を素体に使用、心臓切除しカドゥーを移植、電気刺激による起動に成功、脳死状態のため高度な思考は不能、破壊本能のままに行動にとどまる、バージョン 1.01 頭部に制御ヘッドギア装着、電極からの疑似脳波で挙動安定化に成功、ライカンとの戦闘試験実施、3分ほどで解体され捕食される、で 1.1、下腕部を切除し工業用ドリルを移植、出力不十分のため稼働せず、で 1.15 胸部にカドゥ制御リアクター移植、出力の大幅向上に成功、ライカンとの第二次戦闘試験実施、約1分でライカン3体を殺害、いい結果だがリアクターの耐久性に課題、破壊された場合即座に活動停止する恐れと、ね、そんなまじまじと語るんじゃないよって話ですけどね、それと戦ってるこっちの身としてはね。でさらにこれで地図が手に入ったので、これでもうちょっとあれですね、落ち着いて移動ができそうですねと。でここにこれがあり、ここにこれがあり、であとはここで鍵外してあげてかな、でで、これどっちだっけ、違うわ、こっちだ、もう一回ぐるっと回って、で一体外れて怖えなっつって、で一体外れたのはある程度ガン虫決め込んで、でここに歯車のやつをはめると、あいつ来んのかな、来るな、まあまあまあ5発でいいとはいえ、5発でいいとはいえ、どれぐらい胸を出してくれるか次第なんだよね。攻めーとこでの戦闘だな。おい、あーくそ、今のよく俺さっきの胸いったなと思ったけど、あーダメだ、おいおい、あーそれはもう効かんか、ちょっと待てよ、おーよし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 、こっち側の方がいいか、あー構えてる場所が悪かったな、とはいえ攻撃意欲を煽ってやらんと胸があかんのよな、くぅ待てよ、ういオーケーで歯車ゲットと。さというところでございますが、一回ここいらでセーブポイント行くのも遠いんだよな、セーブポイント行くのも遠いのよね、どうしたもんかなどうしたもんかな、ここのパートに関しては
このままもう一本取るかというわけでね、とりあえずお時間が、ちょうどいいところなので、今歯車を、作らせていただきました。この歯車を使うことで電力供給ができるので、もうちょっと先に進めるようになるはずです。というわけでございましてね、この物語の続きはまた次回動画で一緒に見ていきましょう。というわけで、ここまでのお相手は私ヤガミンことヤガミハヤテがご案内しました。ではまた次回にて See you next time, stay tuned. Bye bye.